初なんですが、竹脇翔さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、どうも竹脇でーす。そもそも人間ってどう思います？完璧な生き物なのか、うん、不完全な部分が多すぎるのか、うん、それどういう見解ですか？いや、不完全しかないぐらいなレベルだと思いますよ、ね。これはじゃあなんでこんな不完全にされてるんですかね？完全なものって刀とかと同じなんですけど、折れやすいんですよ。あ、つまりちょっと不完全で曖昧な部分があるから状況が変わっても対応できるんですよ。あ、でも完全に人間が完成されてると対応できないんですよね。で、それは生物で一気に死ぬことがあって、例えば分かりやすい例で言うと、何かの生物が折れましたと、はい、その生物が全員クローンだったとしましょう、はい、全員同じ遺伝子を持ってますと、はいはい、そうすると中には風邪にすごい弱い遺伝子もあれば、癌になりやすい遺伝子もあれば、普通はいろんなのがいるでしょう。でもクローンにしちゃったらみんな同じ原因で一斉に死ぬんですよ、はい、例えば気温が苦手な遺伝子が実は隠れてる種をクローニングで増やしたら、気温がちょっと上がったらみんな死ぬみたいな。そうですね、そこはでも全員ってことですもんね。そうだから無駄だったりダメそうに見えても、その違いが一定以上あるっていうのが多分人間の強さなんでしょう。だからそういうのがあるんだけど、人間って普通そういう生き物って群れになれないんですよ、みんな違うとまとまれないから。ところが人間の場合は素晴らしいこのコミュニケーション能力っていう言葉っていうものがあるから、はい、みんな違いがあるんだけど理解し合えて、違いがあるものとしか群れになれるってすごい能力を持ってるのに、やっぱ竹脇さんも分かると思うんですけど、最近はもうほら SNS とかの普及とかで違う人を叩く層が一定数出るんですよ。常識がおかしいとか、ああだこうだとか、あれはだから実は人間という生物から見ると種の敵なんですよね。多様性を認めないで、で違いの間に入ってきて、そこの溝を増やそうとするわけだから、人間の最強のその能力の一つを封じようとしてるんで、まあ、ある種社会役というか、そうですよね、うん、生物としての悪みたいな感じになるアンチコメントはそう生物としての悪でもなんか15年ぐらい前と違って、なんか完璧を求められすぎてません？そこまでする必要あるみたいな、なんかこう言葉一つとってもすぐ上げ足取られるような、なんかこう、もうほぼ上げ足ですよね。ですよね。しかもなんかわけわかんないことでね、それこそだっけ、ギャグで滑り倒して炎上した人、ギャグで滑り倒して炎上した人、やばいやつ。なんか美味しい闇、ああ感謝感謝、またいっぱい食べたいな、ゼリゼリシャシャシャ、またいっぱい食べたいな、スカピースですね。あ、そう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 、はい、なんかあれで炎上したみたいな。僕コラボしましたよ最近。あれなんで炎上したんですか？別になんか悪いことしたわけじゃないんじゃないですか？全く悪いことしてないですけど、まあなんかこうちょっと寒い大学生ノリみたいなものを、うん、しちゃって、それって炎上することじゃなくない？炎上することでは全くないですだってそれもう、それがじゃあ本人たちがやりました、はい、滑った時点で本人たちはもう社会的な罰を受けてるじゃないですか。そうです、その時点で罰受けてるんです。そう、もう死体蹴りみたいになるじゃないですか。いや、そうですよ、追い打ちですよ。そう、あいつらは犯罪を犯してたら分かるけど、はい、じゃなかったらもうなんでそれが炎上するのかが分からないんですよね。なんやろな、あれは聖人勲章求められてるとかそういうレベルじゃないですもんね。滑って叩かれるっていう、もう YouTuber がみんなヒカキンさんだと思わない方がいいんだよ、みんな。そうなんですよ。いや、そう、それと一緒でヒカキンさんが、全員クリエイターがヒカキンさんやったら多分もう見られないですもんね。うん、いや間違いない、いろんな人がいるから。欠陥がある方が面白いと思うけどね、その動画のコンテンツとしても。YouTuber に今からはなかなか、なかなかちょっと、だって多分今 YouTuber になろうって必死で目指すのって多分竹脇さんが YouTuber を始めた時に芸能人になろうって必死に頑張るのと同じような感じですからね、言ってしまったら。なん超激戦区みたいにもう YouTuber になっちゃってるから、逆に YouTube みたいになる次のサービスなんだろうって考えて、そっちを応じてる方がなんか将来性ある気がしますけどね。それこそあれじゃないですか、ネット通貨とかあるじゃないですか。ああ、仮想通貨とか。あ、仮想通貨とか、はい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 、あっちとかってだって YouTube も経費やるって言ってたらすぐ来たじゃないですか。そうですね。っていうので僕仮想通貨も多分すぐ来るやろうなと思って。確かにね、仮想通貨10年、あ、でもそれぐらいか。ビットコインあの時買ってたらやばかったですよね。そういうことですよ ね、 ね、これ来るかなっていうものに投資したら、やっぱりそれに成功した人が成功するとは思うんで、うん、そうだからね、成功した人が自分と同じ立場だった時に何を考えてたかを考える方が有益なんですよ。うん、みんな成功した人のそこだけ側だけ見るから。ああ、そうですね、まさに。そうするとそれってみんなが見てみんながやるから、だから自然とみんなと同じことをする羽目になっちゃって、一回 YouTuber になろうと思っても自分がやっぱ見てる人の動画とかそのスタイルを真似する。そうなんですよ。そう、同じになってちゃう。今よくありがちなんがね、コムドットが流行ってるから大学生5人ぐらい集まって、俺ら地元のリアラねみたいな感じのことやる。はい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 、あんな絶対ダメじゃないですか、うん、じゃあコムドット見るじゃないですか。うん、そうなんですよ。だから新しい何かを発見することが僕は一番だな。確かに今名言だな、じゃあコム
今度と見るって。そうなんですね。じゃあ今度と見ろっていう。確かに確かに。断捨離するの怖くないんですか？やりたいこととかやることを。でもなんか苦手なことを極めても意味ないんじゃないかなって。その専門のプロがいるわけじゃないですか。例えばヘアセットとかもそうですけど、うん、自分がそこに対してめちゃくちゃ頑張って時間費やすより、もうその分別のとこでお金稼いで時短にもなるし、クオリティも高いならっていうので、っていう繰り返しです。確かに確かに。はい。それその通りなんだけど、みんな逆になっちゃうんですよね。人間って良かったとこよりも問題点の方をインパクト大きく感じる生き物なんですよ。問題注目バイアスとか言うんですけど、じゃあ超分かりやすいで言うと、学校の成績をパカって開けますと、はい、それは1から5までついてるじゃないですか、はい、なんかとかカーとか不カーとか言われますけど、1から5までついてる時に5がたくさんある中に、はい、2とか3が1個あるとそっちが気になっちゃう。あ、親とかもそういうのが結構あって、5があったらまず5を褒めてあげればいいのに、じゃなくてなんでこれ2だったのとか3だったのってそっち見ちゃうっていう。それはそういう本能が人間にあるからで、アンチコメと一緒ですね。そう、同じ。なるほど。だからほとんどの人は問題ばっか見ちゃうから、自分が得意でもないし、竹脇さんが今言ってたみたいに、あのそこの苦手なところ伸ばしても意味ないよねってところを伸ばすんだ、人間って。そっちが気になるから。それは本能的な問題ってことですね。本能的な。で、僕的には非効率だなって思っちゃうんですよ。それはどうなんですか？その通りなんです。あ、じゃあ合ってた。そう、だからバイアスなんです。あ、非効率なのにみんななんかほら、そっかそっか、補いたくなっちゃうんや。そこは気になっちゃうんや。そう、だってもうできてるから安心してるってことなんですかね。そうですね。ああ、なるほど。なんかほら、やっぱりよく言葉であるように、いや俺は俺の強みを伸ばしたいんだっていう人は少なくて、後ろ指刺されないようになりたいとか、恥ずかしいところをなくしたいとか、そっちにやっぱり行くので、プライドの問題とかもあるかもしれないですね。そうですね。だからアンチの人たちなんかよく他人の恥を一生懸命探して、これは常識と違うんじゃないかとか、鉛筆の持ち方とか箸の持ち方が悪いとか、くだらんこと言ってるな。ほんまに。まあね、そういうことも含めて礼儀作法、なんか人間が定めた曖昧なルールですからね。そう、あれってね、要するに初対面の人とか同じ文化とかがない人とか、相手と戦争するかもしれないっていう人たちがお互いに気持ちよく過ごすにはこれ守っとけば文句言われないぞっていう、そういうもんじゃないですか、ルールって。そうですね。お互いなんかそのなんだ関係性ができてたら、多分逆にルールとかないと思うんですね、ほとんど。そう、だからそういうのを多分受け入れられないのが結構大きな問題にね。だいたいやっぱ一流の人は直接話してみると癖が強い人もいい人なんですよ。癖が強いところを受け入れるだけのいいところがあるから癖が出せるわけであって、そうじゃなかったら出せない。クジャクと同じですよ。クジャクのオスって尻尾すごい派手じゃないですか。はい、あれ派手な方がモテるんですよ。で、ここまでわかるんですけど、はい、でも派手な方が目立つから敵に襲われて食われて死ぬ確率が高いんですよ。確かに。そう、なのに派手な方がモテるのも不思議なんですよ。だってそんなオスと子供作ったら、生まれてくる子供は羽が派手になる可能性が高い。そうですよね。で、つまり死にやすいはずなんですよ。そうですよね。でもそれがモテる理由は何でかっていうと、はい、激しいそういう羽をつけてるクジャクは他の部分にめっちゃいい遺伝子を持ってるんですよ。だから他の部分で生存能力が高いんですね。へえ。つまり羽が派手っていうデメリットを超えるだけのメリットが隠れてるから、その際になってるからモテる。だから癖が強い人も同じで、癖が超強いは羽が激しいのと同じですよ。だからどう見ても嫌われそうだ、やばそうだなんだけど、実際に本当一流で長くやってる人を会ってみると、それ以外のところがいい人すぎて、だからその派手な羽を広げても生きていけるっていう。